ょっと遅かった、まあ、でも実質今始まったみたいなもん。お仕事です、今日は。でお仕事の前にちょっと時間があるのでやろうかなと思って、今日はがっつりメイクしてます。もちろん縄跳びの筋肉痛来てないです。縄跳び、もう縄跳びライブからは解放されました。でもお土産で縄跳びもらったんだよね、だからお家にはある。長袖暑い、仕事中ですか。名古屋めっちゃ暑い、日焼けしてないと思う、全然外出てないから、まあ、暗いかもね、若干。そうだね、劇場めっちゃ久しぶりに行った。ちょっと待って、時間見るの忘れたんだけど、5時20分ぐらいになったら教えてください。5時20分、頼んだ。今私には携帯がないんだ。5時20分になったら教えて。冷房が効いてきました。30分ぐらい。30分ぐらい、そうだね。マスクね、暑いよね。でもやっぱするようにはしてます。もちろんメンバーには会えた。メンバーだからマキコさんとドンちゃんとルカには会いました。なんていうの、3人ずつ収録して1組ずつ収録したから会わなくて、だからドンちゃんとマキコさんとあと MC のルカには会いましたよ。うちらじ聞いてありがとう。今日暑いよね、やっぱり。前髪切った、お揃い。前髪切ったけど早く伸びてほしい。なんか暑い、似合わなくなってた。夏日、めちゃくちゃ暑いです。今日はクリアバッグで来たんですけど、ちょっと待って。ちょっと荷物減らしたけど。こんな感じで来た。いてグミナナさんに持ったやつ。クリアバッグさ、そうなんだよね、なんか透けるじゃん、当たり前だけど。荷物これとこれと、あと財布とタオルと充電器だけ、あと除菌、アルコールそう、中身丸見え。なんか本当はこれ冬に買ったのかな確か。で中になんかファーの巾着みたいなのもついてたんだけど、
ちょっと今ファーの巾着は熱いなと思ったからチェンジしました。このことめちゃくちゃ使ってる。ここ裏にティッシュ入るんですよ。裏ティッシュ、ここにリップ鏡。使ってます。めっちゃ愛用してる。ミナノさんに誕生日プレゼントでもらいました。でめっちゃショールームとかインスタライブで言ってるけどこんな感じです。あ、予作ポーチ使ってますけど、予作ポーチ入るかな。この中入りそう。でも 横長だから。あれはあのメイク道具入れとかに使ってました。今日はちょっと荷物少なくしたかったから。あと財布とタオルとイヤホン首にかけてきた。29の動画見た。面白かった。ありがとう。もう5本全部上がったんだね。見てください。ぜひ。あ、涼しくなってきた。部屋が全部見た。さすが。チョコまだ全部食べてないです。お家にあります。動画5本撮り大変そう。なんか5本撮り一気に5本撮ったんじゃなくて、月曜日の分収録して動画撮って、火曜日の分収録して動画撮ってってやってたから、なんか頭の中ごちゃごちゃにはなんなかったけどそういう感じで撮ってました。今日画質いいって。やった。多分ね、あの自然光、太陽光がいいかも。もうちょっとしたら暗くなりそうだけど、後半のテンション面白かった後半のテンション。全部で3時間ぐらい。どれくらいだったかな。鼻歌って歌ったら誰だった。私が今コメント見ながら鼻歌歌ってた。どれくらいだったかな。だってラジオが10分でしょ。でも動画の方が絶対長く喋ってるから忘れましたね。もっとメッセージ読みたかったけど10分だから限界でした。チョコ会とかもっと時間あると思ったんだけどね、1回しか読めなかったね。だから3じゃないよジャックとかしたいですね動画結構編集されて、動画はノー編集だよ。ノー編集。2じゃないの動画は編集なしだからノー編集。キットカット食べ方同じ 4等分。1じゃないよもやってほしい。それはみんなが見つけてさんにお願いしてくれ。考えたゲーム採用されて、採用されてほしい。でもさ、あの SK の曲を知らない、絶対分かってないと答えられないから、それだけちょっとあれだよね。入ったばっかの子とかは大変そうだから申し訳ないなって思う。もし採用されたら。あのうさぎの風船好きありますよ、まだ事務所に
事務所に寄付した。こんにちは。元気だよ、元気元気、めっちゃ元気。眩しい、太陽の光に見すぎた。久しぶりに髪の毛を剃りました。でも髪の毛伸びたんだよね、だいぶ嬉しい。昨日成人式の写真見たらさ、肩ぐらいで本当に短かった。イエーイ。あのエクステつけたぐらいに伸びたい。うん、伸ばしてる今。髪巻くの前適当だよ、めちゃくちゃ超適当。なんか こいつおかしい。こんな時間に珍しいだって。そう、この後お仕事なのでちょっと空き時間にやってます。5時20分までやります。色暗くした？若干暗くなったかも。てか染める前がめちゃ明るかったから、それで余計暗く見えるかも。眩しい。目がおかしくなりそう。どうもりやってない。ゼロポジ早く見て。ゼロポジ6月かな、6月放送です。見てください。めちゃくちゃ眩しい。5時だって、あと20分。ありがとう。汗かくと前髪せっかくセットしてもぺしゃんこになるから嫌だな。劇場公演したいね。ドロポジの収録もしました。最近しました。雷鳴ってんだって。東京、名古屋はめちゃくちゃ晴れてますよ。名古屋行きたすぎて毎日 Google マップ見てんの。名古屋なんかあった、行きたいとこ。こんにちは。
にちは、こんにちは。寿司食べたい。寿司？お寿司いいね。階段版モンブラン、まだやってんのかな、モンブラン。どうなんだろう。ステイホーム写真じゃない、それ。ステイホームしてるときは全然写真撮ってないです。そう、私写真とかね、動画をもうちょっとちゃんと撮ろうって、ちゃんとカメラに収めようってっていう目標できた最近。写真を普段から全然撮らないんですよ、動画とかも。でもやっぱなんかあった方がいいなって思うから、撮りたいなって思ってます。でも今別に撮るものも撮ることもないからもうちょっとなんていうの、お仕事とかがね再開してきて、メンバーと会うようになったら写真とか動画撮りたいなって思う。喋り方か、いつもと変わんないよ。分かんない、いつも自分の喋り方どうなのか分かんないけど、おうちラジオも私一発撮りで撮ってるんですよ本当にパッて撮って約10分ぐらいかな、10分までですよって言われたから、まあなんていうの、10分ぐらいは喋ろうと思って撮ってるんだけど、あれは一発撮りです、私のラジオ。一発撮り、なんかなんて言うんですか、何回も撮ると逆になんかできなくなっちゃうくない、わかんないか言っても、だから私は一発で撮ってます。台本はなんていうの、決まりのセリフはあるんですよ、ちゃんと。 SK48 のおうちラジオみたいな、そこだけで、前半はなんかみんな決まったお題があって、それについて喋って、で後半は何でも喋っていいですよっていう台本はあります。他は何もない。すごいよね、だから入ったばっかの10期生とかはすごいなって思います。寒くなってきちゃった。キャスターを使って移動する温度上げよう。一人トーク好き。次回2本目はもう撮りました。1本目撮った時に撮ったから、わかんない、まだ次のお題知らないから撮ってない。まとめて撮った。近くに誰もいないです。
リップなろう。見てないよ、どうかで、ね、お題はどうですか。かっこよかった。だって美月さん新外曲しか知らないから踊れるよ、さすがに。さすがに踊れる。今来た？こんにちは。公園ね、公園したいよ、私たちも。恋の名は、恋の名はめちゃくちゃめちゃくちゃ踊ってるからな、私。結構なんかライブでも踊るし、選抜だけのライブの時も踊るし、公園でも踊ったし、いっぱいいっぱい踊ったことある。ニポジ、ニポジできる。雨降ってんの？ STU の子が見…ありがとうございます。申し訳ない、こんな何も何もしてないのに。優しい、嬉しいね。足痛くない？痛くない、大丈夫。優しいですね。あと10分だって。あと10分何するのかな。日傘使わない、使ってない。元気だよ、めちゃくちゃ元気。めっちゃ好きなの、ラブ修行。切なく辛いものもね、あの日からあなたにラブ修行。めっちゃ好き、めっちゃ好きだから嬉しかった。あの時できてちゃんと踊れなかったけどね。あのなんだっけ、エコパの寸劇で踊って、違う、目と目が合った瞬間、涙もいくつ飲み込まればいいの。
元気そうでよかったって優しい。元気です。君と歌いたい見たよ、ありがとう。めいた、久しぶりに歌った。何がジャラジャラなってたの？袖。今度エゴケのカレーを作りたいと思います。作ってください、ぜひ。 BLT さんに今乗ってるので。うん、嬉しい。ラムベリーの時から応援してますので、ありがとうございます。何年前だ、もうめちゃくちゃ前ですね。懐かしい、ありがとうございます。今年の誕生日プレゼントにマキコさんから iPhone の充電器をいただいたんですけど、めっちゃ早いの充電が充電止まるのめっちゃ早くて、今持ってきてないんだけどね、お家にあるんだけど、めっちゃ早くて助かってる毎日。めちゃくちゃ早いです。持ってきたの大きい、ちょっと大きい、なんていうの、刺すとこが大きい。うん、そうなんですよ。誕生日プレゼント、二十歳の誕生日プレゼントに充電器をもらいました。超便利。こんにちは。あと5分だって。ありがとう、教えてくれて。あと5分。 AirPods 買ってないです、普通。でも Bluetooth のイヤホン使ってます。チリさんにもらったやつずっと使ってる。なんか人からやっぱもらうものって大事にするじゃないですか、ね、当たり前だけど。だからなくさんずに使ってます、ちゃんと。私イヤホンすぐなくしちゃってたの、前まで。そうだけど大事に使ってます。これそっちーさんからもらった。プレゼント優しいよね。もともと前に誕生日プレゼントにつりさんがイヤホンをくれて、その時に初めて Bluetooth のイヤホンを使ってたんですけど、それがもう多分寿命で壊れちゃって、片方をね、音が聞こえなくなっちゃったんですよ。でそれがすごいね、悲しくて。悲しんでたら何でもない日に入って新しいのをプレゼントしてくれました。優しい。壊れちゃったの、壊れちゃったけどまだ大事に持ってる、お家にある。まだね、お家に大事に持ってます。もう壊れてるんだけどね。まいこさん誕生日プレゼントね、何にしよう。去年はメイク道具をあげたんですよ。何がいいかな。まいこさん何でも持ってんだもんだから何をあげたりか迷うけど、考えます。そろそろ3分前だって。
犬犬マヒコさんち犬飼えないからね。ワンちゃん、ワンちゃんね、あの飼えないんですよ。飼えないのに私がずっとねふざけてワンちゃん欲しい、ワンちゃん欲しいってマヒコさんちでワンちゃん飼おうって言ってるだけ。本当は飼えないお家です。水族館、水族館一緒に行こうかな。もう去年の誕生日はマイコさんにプレゼントで水族館に連れてってもらいました。水族館動画見た。私もイルカショーを見たよ。イルカショー京都水族館だっけな。イルカショーを見ました。ツイッターライブでやってて見ましたよ。あとちょっとだって。ありがとうございました。お仕事の方は引き続き頑張ってください。私も頑張ります。またします。配信ありがとう。